どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜が如くオンライン、ガチャ引いていきたいと思います。はい。はい、レイドですね。うん。ドラゴンフェス。うん。もうレイドはドラゴンフェスなのか。ね、もうずっとだよね。ずっとそうだね。ここ最近はね。まあまあ、もうそういうものなんでしょう。もう決戦じゃなくていいんだね、そしてね。そう。ドラゴンフェスって。服着てていい。そうだね。うん。ってことになったらしい。イーブチ&マジマということでございますと、うん、かっこいいマジマさんが、ね、2人とも結構イケメンなんだ。そう、2人ともかっこいい。まあ、極み2のマジマ編で出てきたキャラクターたちってことだよね。うんうんうん。まあ、マジマ編って言ってるぐらいだからマジマさんは当たり前なんだけどさ、うん、まあまあ見ていきましょうということで、はいはい。まあいつも通りだね。はい。300、600、900、700、1000で、うん、ピックアップ、うん、1体確定、はい、ってことだそうです。はい、じゃあまあ能力見ていきましょう。で25日、ま、25日のまた2時までってことだね。うん、なのでいつやろうかね。ボブ祭りは水曜日とかになるのかな。うん、ああそっか、そう、ね、なんとなく、うん、いつもどうだと23日の水曜日あたりかなに僕らレオポチチャンネルの方でもボブ祭りやろうかなと思っておりますよっていう感じですかね。うんうん、まあまあそんなところで見ていきましょう。真島五郎2006に狂犬の提案、うん、心属性防御タイプ、防御なんだね。うん、かっこいいけどめっちゃ絵かっこいいよね。かっこいい、これめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいね。思ってたのと違かったけど、あのやつとヘルメットかぶってたから、うん、うちはそうでしょ、真島建設、そっちで建設で来ると思ってたから、うん、でもいい、いや、いいよね。どっちにしろかっこいいわ。はい、じゃあリーダースキル、バトル開始時に敵ヒートゲージ500減少、うん、バトルスキル、クールタイム12で味方全体のマイナス効果解除と、うん、敵3体のスキルクールタイムを 20% 交代、はい、でヒートアクション消費ゲージ3、クールタイム15、味方全体の回避率を10秒間 30% 上昇と、攻撃力の高い敵3体のクールタイムを8秒間 34% 減速、うん、アビリティ1、敵攻撃タイプの人数 ×7% 状態以上を除く全てのダメージをカット、うん、アビリティ2、敵のヒートアクションの攻撃力が 20% 減少、うんうん、で、奥義がボス教習、はい、特性登場会の組長で、ステータスが体力 26,575、攻撃力 3,687、うん、防御力 5,574、速度 263 と、はい、はい、いや、強いんじゃない。強いと思います。まあまあ、アビリティル2でヒートアクションの威力も下げれてるし、うん、で、攻撃タイプがいればいる分だけダメージカットも入りますよ、うん、だしヒートアクションがな、 30% 回避上昇、消費ゲージ3だから割と打ってくれるのかな、迎撃に置いたとしても。うーん、で CT も 34% 減速かけてくれるし、うん、まあ、バトルスキルも味方のマイナス効果も解除と同時に全体の効果解除だからね、うん、プラススキルクールタイムも 20% 後退させますよってなってるから、うん、なんだろう、襲撃の時にデバッファーとして置いてもいいのかもしれないし、うん、まあ迎撃で置くことがほとんどな気もするけど、そうだね、うん、でまあリーダースキルも普通に強いしね、強い強い、これはなかなか厄介な防御キャラなんじゃないですかね。回避率上げるってなんか真島さんらしいし、うん、感覚的にね、ただの感覚的な話ではあるけど、うん、でボス教習も持ちと、うん、ボス教習持ちますね、うん、いいんじゃないですかねと思います。なんかそれ以外また何よりかっこいい、それしか言うことがないわはい、じゃあ次、登場会直系イーブチ、いやー噛んだー、イーブチ組組長、イーブチさん、イーブチさん用の攻撃ですね。六角ビスが出そうな形してる銃、そうね、うん、ポンってあのネジ止めみたいな、うん、銃かっこいいけどね、うん、
インテリヤクザ感。なんか銃持ってる人だいぶ増えたね。増えた。これ毎回さ、銃持ってる人さ、毎回さ、あのイベントのさ、ストーリー出てくるときにさ、銃構えてる人、初手で。初手でね。全然関係ないところでね。この前、普通の話しながら、ね、この前とかもそうだったじゃん。あの、キム兄とさ。ああ。あの、別所とさ、そうだね。あれもさ、河原さんもさ、飲み行ってんのに、いきなりもうがっつり銃構えてるんだよ。どうしたってなる。やる気満々じゃんみたいなイベントストーリーになってましたけど、ね、まあまあなんか似合ってはいるんだけど、イケメン感すごい、いやかっこいいわ、うん、はい、見てみましょう。リーダースキル、登場回の特性を持つ味方の攻撃力 20% 上昇、うん、バトルスキル、クールタイム12、出血状態の敵を優先で敵3体へ攻撃力 450% で2連打と出血、うん、10秒間でヒットポイント 10% 減少、うん、ヒートアクション、消費ゲージ2のクールタイム10、敵3体へ攻撃力 250% 攻撃と出血、10秒間でヒットポイント 10% 減少、うん、アビリティの1、敵のバトルスキル、ヒートアクションのスキルクールタイム交代を 10% 低減、うん、でアビリティの2、状態異常中の敵に対して攻撃力が 30% 上昇、うん、で奥義が連撃陣、連撃陣で特性が登場回の組長、うん、ステータスが、体力 25,610、攻撃力 5,445、防御力 3,902 の速度 242 と。はい。ヒットポイント高いね。攻撃キャラの割に。25,000。そうだね。持ってる。結構。だから割と高い方になるのかなと思うけど。まあ、こっちはあれだ、防御タイプ 26,000 だからね、うん。で、攻撃力も、まあ、5,000普通に超えてるし、うんうん、強いんじゃないかな。連撃陣っていうのが、なんだろう、使いどころなかなか難しいのかもしれないけど、連撃数伸ばすとか考えると。うん、とは言いつつ、まあ今、ドンパチがちょこちょこ仕様変更が入ってたりするので。まあまあまあ、なんでどうなるか。うん、うん。で、あと傷口に塩と弾丸は弾丸だけでいい気がしてるけど。塩を塗って、弾丸もつけちゃうの、うん、どっちが順番なの？弾丸入れた後に弾丸が塩？そう、ここから塩出てくる。塩出てくるの？塩弾丸。マジか。そういうことだったのかな。そう。だから形違うんです。そしたら傷口に塩の弾丸になるんじゃないですか。そうだ、違う。両方出てくるんだよ、そこから塩と弾丸が出てくるの。そう、そう。塩の意味。痛い。痛い。染みる。まあ、出血キャラだね。そうだね。これはでもあれだね。ヒートをやってからバトルスキルになるのかな？うん、かな。そうだよね。だって出血してない、してる状態の敵を優先だもんね、バトルスキルがね。うん。だから、バトルスキル前にヒートアクションってことかな。ただ、そうじゃなくても、優先になってるだけで、敵3体には飛ぶから。そっか。じゃあ、うん、じゃあどっちでもいいのか。どっちでもいいっちゃいいのかな。まあ、出血、そうだね。10% 減少。まあなんか、レイドとかではすごい使いやすそう。うん、うん、うん。格で出血取れるわけだし。うん。まあ、アビリティ1も悪くはないしね。うん、10% 低減できるし、抗、うん、体とかを。うん、で、まあ、状態異常中に敵に対しても攻撃力上がるって状態にもなるし、アビリティとしては。うん。うん、だからなんか、連撃とかやるんだったら、例えば玉城とかとさ、そうね、あの出血系のキャラと組ませるっていうのも、一個の手なのかもねっていう、うん、感はするけど。SP10% 減少なんだ。10% 減少だね、10秒間で。でも、まあ、10秒の間に倒しちゃうんじゃないかな。あのレイドとか無視としてね、ドンパチで考えたときにね、うんうんうん、っていう気もしなくはないけど、まあでも悪くないんじゃないかな。まあ攻撃キャラっていう感はすごいするよ。そうなったときに連撃陣がどうなんだろうか、うんうんっていう気はするけど、まあまあいいキャラクターなんだと思いますけどね。まあこんな2人だそうです、はい、でレイド特攻と、うん、いやー、じゃあガチャ、いきますか。はい。さあ、どうかな。どうかな。どうかな。いや、一応、うん、1200なんですよ。すごいじゃん。だから、
まあ、とはいえ、ステップ2までなんですけど、うんね、ステップ2までなんで。ステップ2なんだよ。で、ガチャ詳細、誰が出てるのか、今回の。この2人は 0.5 ずつで、ドラゴンフェスもっと入れていくない？いや、もっと欲しかったな。だってなんか、そうか。あーそっか。いや、もうちょっと欲しいな。そうか、ちょっと寂しいな。なんか2006の2のあの第5とかも入れて欲しかったな、どうせなら。まあまあ言うても仕方ない。でも狙いはこの2人なわけだから、うん、引くぜ。はい、よし、来い、来てくれ、来るよ、この10連で。クゼのようなこと起これ。来た、来たかな。ローディング長いもの入ってる、入ってる。ここから赤、青いけど、でもでもパリンって割れる。そっから、そっから割れてくれていいんだよ。来い、割れろ、割れてまえ。いや、これで触ったら割れるパターン。そう、まさか、あれ、嘘だろ。あー、そうか、もうあと10連しか、もうあと10連しかない、チャンスはない。いや、でもここで、うん、出してやる、うん、SSR 確率2倍ピックアップって、これこの時別に2倍になってるわけじゃないんだよな。なってないのよ。いや、でも行くよ。頼む。どっちでもいい、来てくれ、お願いでしょ。レオはそう、どっちでもいい、どっちでもいい。でも真島さんがいい。真島さんかっこいいし、いや、でもどっちもかっこいいんだよな。あー、はい、じゃあ赤、よし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 、いいぞ。緑に下がらないで、割れてね、割れて、お願い。あ、真っ赤じゃん。変わるかもしれない。ああ、これ変わるかもしんないじゃん。どっちか変わってくれたり。あ、うわー、はー、あーだよな、だよな、だよな、ですよね。いやー、ダメでした。うん、もう最近フェスというフェスに弾かれるわ。フェス怖いね。フェス怖いわ。ダイヤ使う時ドラゴンフェス怖いね。出ない説。いや、まあもうしょうがない、嘆いても。うん、まあまあゆっくり他の特攻でね、うん、回っていこうと思いますよ。はい、じゃあポチに変わります。はいはい、ポチの番。うん、お願いだよ。誰と出会えるのかな、ワクワクするね。そう、お願いお願い。マジマさんはゲットしたい。あ、変なの言っちゃった。ワクワクするね。もう一回、マジマさんはゲットしたい。ワクワクするね。なんか違うの出ちゃったけど、さっき一瞬。よし、よし、いくよ。狙いはマジマさんに決まってんだろうが。聞くまでもなかったから。じゃあもう、ちょっとステップ2までしか行けないから。あ、まあまあそうだね。もう10連日に力を込めるしかない。お願い、いけ、真島さん、真島さん、真島いけ、うわ、白い。でもロードはそれなりにあったよ。真島、あー、青いですね。真島さんがこう、いや、そんな、だって最初の10連で来るほど安い男じゃないよ。いや、もう、もう、もう。狂犬像？そりゃ、やっぱ。まあまあ、でも次、あと10連ありますから。もう一回行くよ。おう。行ったれ。真島さん？真島さん？この真島さん、これ。うん、これね。たまこちゃん？これ。見て。この人。これキラキラしてる人ね。よし、行くよ。
まあ、見てたから。なるほど。バッチリ来る。赤いじゃん。ほら、見てたでしょ。お願い、マジマッガン青。全然青いけど。何だったの赤からの青は何だったの。あ、最後さんだ。最後さん。くそー。ああ、もう。爆死だ。これは爆死だ。ダイヤたまんないかなと、もう1ステップ。200でしょ、今。そうだね。なんか、あれだよね。たまんないかな。メンテの補填に期待しようぜ。いくワンステップ行きたい。お願い。あ、360か。そうだね。あと600だ。あと600、何がしかの形でたまれば。厳しいな。まあ、じゃあ、レードはゆっくり回っていきましょうね。あ、まあ、そうですね。今まで通りだけどね。はい、そうですね。あと、ボブは、水曜日？水曜日かな。24日、うん、にやる予定でございます。遊びに来れる方は、はい、ぜひ遊びに来てください。はい。はい、それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。